龍がついている人は社会的な成功を収めると言われています。そんな友人様と仲良くなれる過ごし方をお伝えしますね。運が覚醒する金融上昇チャンネルの高見です。入年間アルバムトップ記念書店購入キャンペーンやっております。購入したレシートにご応募すると大運が上がるご報告をプレゼントします。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。さて、暑い日が続きますが元気ですか？今年も暑いようなので体調には気をつけていきたいですね。しっかりと水分をとって帽子をかぶって日傘をさして、なんならサングラスをして日焼け止めもしっかり塗って、ドリームマッチの伝説のうっちゃんとまっちゃんのコンビのネタの UV カットデカのようなバッチリガードしていきたいですね。ちょっとわかりにくかったらすいません。さて、4月21日は辰の日がやってきます。このチャンネルを見ている方は龍が好きな方も多いんじゃないのかなと思います。辰の日にアクションすると龍とのつながりは作り、またつながりを太くして龍からのご加護に授かれる日になります。龍に好かれたり、龍がついている人は飛ぶ鳥を落とす勢いで上昇したり成長したりと、成功の駆け足を一気に駆け上がり、経済的な成功や社会的な成功を収めると言われています。すごい勢いで人気が出る芸能人や頭角を現す経営者には龍がついていると言われますよね。龍がついていると言われている方には市川海老蔵さん、中居正広さん、藤原紀香さん、壇蜜さんなどがいらっしゃいます。瞬く間に話題になり一世を風靡した方ばかりですね。そんな強い上昇を持つ龍神様とご縁が結ばれると、仕事がトントン拍子にうまくいったり、どんな大きな夢もいい流れが起こり、タイミングよく物事が進んだり、桃太郎のおばあさんが大きな門を見つけたように想像を絶するチャンスがやってきて、しっかりキャッチできたりします。そんな思わぬ幸運や発展を連れてくる龍神様と仲良くなれる過ごし方をお伝えしますね。まずはじめに龍神様のつながり、場を極めるティーン社元から始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。まず、21日の運気から見ていくと、12直は、お産で、お片付けなど、整理整頓すると、月が巡る日。そして、通所で21日に入る吉人は、チャンスをつかむ時徳、いい知らせが届く天馬、何か予期せぬいいことが起こりそうですね。そして、神様に守られていることを実感する、神槍が入ります。龍神様のご加護を感じやすい日ですので、嬉しい運気です。そして、前歴を見ていくと、21日は、金169、赤い月、赤い地球、音13の日になります。7月9日頃からスタートしたことのギフトが訪れる日で、不思議なことを引き寄せやすい音13の日です。インスピレーションの赤い月と、引き寄せの赤い地球も加わるので、直感から何か発展しそうなエネルギーのある日です。通所でも、前歴でも、何か通常では起こらないようなことが起こる出来事がやってきそうな運気です。また赤い月に赤い地球と天体が2つ揃うので天体もキーワードになる日です。そして辰の日は龍神様のご加護に授かれる日ですので、龍に好かれて守られるようになるとどんなことが起こるかと言いますと、機運が良くなる、願い事が叶いやすくなる、人気が出る、仕事で成功を収める、邪気など悪いものの影響を受けなくなる、運が良くなる、こういったことが起こるようになります。人生が全体的に好転していくんですね。運がいい人って自然と運が悪いことを避ける傾向があるんですが、もしかしたら龍の力もあり、邪悪なものを避けてくれるからかもしれませんね。こういった人生全般をサポートし、悪いものから守ってくれる龍からの応援を受けるために、辰の日にやるといいアクションは、1つ目、龍が祀られている神社に行くです。龍からのご加護がある日ですので、龍にご挨拶に行ってご縁を結んだり、日頃の感謝をすることは大切です。何の挨拶や感謝もなく、いつも願い事だけを言ってる人を応援したいという気持ちはなかなかならないので、龍を大切にするということが大事ですね。遠方にしかなかったり、この暑さでちょっと辛いかもという場合は、リモート参拝も大丈夫です。昔龍が祀られている神社に行った時のことなんですが、いつも通り参拝をして帰ってきて、次の日 YouTube の撮影で
ティンシャンを鳴らしたら、ティンシャンの音がすごく乾いた、透き通った響きになったんですね。ただ、その参拝の時にはティンシャンは持っていなかったんですが、びっくりするぐらい、いつもと全然違う音になっていて、龍神様の力なのかなって感じたことがありました。とても心地よい音色が10日間くらい続いて、いつもの音色に戻ったので、パワースポットでいいエネルギーを充電すると、ティンシャンにまで影響するんだなって思いました。ティンシャンを持っている方は、一緒に持って行ってみるのもいいかもしれませんね。二つ目は、龍に会いに行くです。こちらは一つ目と似ていますが、龍から御加護を受けるには、まず龍の存在を信じることが第一歩です。龍の立場になると、信じられていないけど、一応お願いはされるような感じだと、ちょっとがっかりしてしまいますよね。ご利益目当てかよ、っていう気持ちになってしまいます。ですので、まず信じる、ということが一つと、龍がいそうな場所、龍がいるであろうところに行ってみることもおすすめのアクションです。神社のように祀られているわけではないので、絶対にいるわけではないし、見えたり感じたりしないかもしれませんが、出かけた場所は人によっては見えた、聞こえた、取れた、など、龍神様とコンタクトを取れることもあります。そしたら超感激ですし、龍神様のことが一層好きになってしまいますよね。僕も滝でティンシャンを鳴らしていたら、撮っていた動画に龍神様が映ったり、屋久島の縄文杉で写真を撮ったら白い龍が映ったり、神社で龍の形の長寿屋の写真を撮ったら、その後ろに龍の顔の形のオーブが映っていたり、鳥肌が立ちそうになりますが、普通では考えられないようなことが起こることで、龍の存在や龍の力を感じます。龍が好きな方には波動の高いパワースポットに出かけてみることもおすすめの日です。これまでに起きた不思議体験がある方は、ぜひコメント欄で教えてくださいね。三つ目は、龍のアイテムを持ったり、龍の絵を見るです。龍に関するアイテムを持ち歩くことも、龍とのご縁を結ぶアクションになります。推しのうちわを持つように、誰が好きなのかが、はっきりわかるため、龍さんから見ても、あの人龍グッズいっぱい持っている。めちゃくちゃ好かれてる。って、一目でわかるアクションになります。龍が好きな方の中には、中国や台湾などアジアのパワースポットを巡り、お家には龍アイテムが200以上あるという方もいらっしゃったりします。この方は仕事も順調で、毎年拡大していますし、それに伴って経済的なゆとりもありますので、ご本人の努力ももちろんですが、龍さんともいい関係を結んでいるんじゃないのかなと思います。僕も昔、風水師さんが持っている龍を一目見て、ただならぬものを感じて20体以上お迎えしたことがあります。この龍がすごくて、微妙な人間関係やもやもやとする関係は根こそぎ全部断ち切ってくれて、今までの流れがなかったかのように突然急展開が訪れて関係性が変わっていったので、これはもう龍の力としか思えないと感じました。その後新しいご縁を結んでくれて、仕事のご縁も結んでくれて、新しい仕事が続々と舞い込み、それまでの流れが一気に変わったので、龍の力って本当にすごいんだなって感じました。龍のアイテムはお持ちのものなど、どんなものでもいいですし、ない場合は龍の画像を見ることもいいですよ。冒頭の龍神ティンシャもいいですし、 LINE 登録特典で龍の待ち受けをプレゼントしているので、こちらもいいかもしれません。あと、うちに龍の置物があるので、こちらも21日に眺めてもらうのもいいと思います。こちらがうちの龍さんです。法術に登場する法王さんとペアの龍になります。四つ目のおすすめは、梨を食べるです。龍って梨が大好物なんですね。ですので、梨を買ってきてうちに置いていたり、食べると龍さんが美味しそうだなーってやってきてくれるアクションになります。梨が好きな方にはおすすめですね。五つ目は、お水を飲むです。龍といえばお水を司りますので、お水も大好きなんです。そして前歴の赤い月も水というキーワードがありますので、お水をたっぷり飲むことや、いいお水を飲むことで辰の日にいいエネルギーが巡るアクションになります。特に暑さで水分も不足しがちですので、意識的にお水を飲むことは健康にも運にもいいアクションになります。いいなと思うアクションがあったら、ぜひ試してみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。また高見の運気予報サロンでは、毎日の運気や高見育児など開運情報をお届けしています。詳しくは概要欢からチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。
それでは、次回の動画でお会いしましょう。